どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は弓の耐久枠に関する解説をしていきたいと思います。弓を使っているとアベンチュリンか不限どちらを採用するか悩み物となってますよね。特にアベンチュリンが今布告してるので合わせて使いたいっていう人も多いのではないかと思います。ですが不限には大量のバフと切れにくい肩代わりがありますし、アベンチュリンはデバフによる残務獲得貢献とカウンターのダメージっていうものがあります。こうやって天秤にかけるとなかなか選びにくいっていう要素があるんですよね。なので実際にいろいろと戦闘面で検証してみてどちらともいい要素っていうのもあるんですが、モチーフの有無によって影響を受ける部分っていうのもありましたので、今回はモチーフのありなしとかそういった視点で採用の際の注意点などをまとめて紹介したいと思います。まあ、どちらがいいかっていうよりかはモチーフによって選び方が変わるっていうので見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず耐久枠選びについての簡単な結論をしていきたいと思います。まずはモチーフの有無についての優先度ですね。まずモチーフなしの場合なら不限の方が相性がいいっていうところになっています。モチーフをどちらも持っていない場合っていうところですが、不限の方が耐久面においては役割をしっかりこなしてくれるようになっています。アベンチュリンの場合に関してですが、敵の攻撃依存が非常に強くなります。これがどういった影響があるのかというところなんですが、追加攻撃編成のようにテンポを多く発動できなくなってるんですよね。どうしても追加攻撃依存なところがあるのでチャージを貯めづらいっていうのがあります。そうなってくると SP を消費することになりますので、 SP を大量に消費して苦労するってことが増えます。戦いやすさでいうと不限が組ませやすいっていうのがありますね。火力貢献よりも耐久面での足の引っ張りがあるっていうところがありますので、不限の方が相性が良くなっています。ではモチーフありだった場合はどうなのかっていうところですが、これに関してはアベンチュリンの方がいいです。アベンチュリンのモチーフがあるなら火ダメデバフを付与できるようになりますので、火力がより出しやすくなります。この火ダメデバフが結構大きいんですよね。アベンチュリンのモチーフがあった場合、追加攻撃によって残務獲得の貢献ができるため必殺技の回転率が上がります。しかも火ダメもアップするんで、これを狙って弓の必殺技を発動すれば火力も出せるようになりますね。ただし、テンプ依存っていうのは変わりませんので、このあたりの改善をしない限りは扱いとしてはちょっと難しいかなと思います。まあ、回転率の安定があるようであれば、不限よりもモチーフありのアベンチュリンの方が火力で敵を圧倒できますので、そういった点ではモチーフありの場合はアベンチュリンがおすすめっていうところです。では、モチーフなしで裏にをした際のラウンドに関してですが、これは同じぐらいというところになりました。この時の編成に関しては、弓のモチーフありで、昇級、ペラ、耐久枠というところで組んでいました。この編成を何度も試して比べてみたんですが、だいたい4ラウンドで収まるというところでしたね。まあ4ラウンドぐらいなので普通ぐらいというところかなと思います。ですが、不限の方に関しては、虚数弱点がありませんので、このことを考えると不限の方が相性としてはちょっと有利なのかなと思います。火力貢献ができないとかいろいろ問題はあるんですが、耐久枠の貢献度としては不限の方がちょっと有利かなと思います。それでは簡単な結論についてまとめですが、アベンチュリーのモチーフの有無によって弓の効率や火力が変わるところがあるため、手持ちと相談するのがいいのかなと思います。モチーフ持ってるならアベンチュリーを優先した方がいいかなと思いますね。ただし SP 管理に関しては不限の方が圧倒的に管理をしやすくなっていますので、戦闘のしやすさを見比べてみるのもいいかと思います。個人的には不限の方が扱いやすいなっていう感覚です。それでは3人について深掘りをしていきたいと思います。まずは弓に関してですね。要素1つ目です。高頻度の耐久の守りが必要というところですね。弓の編成を見てもらうといいんですが、他のキャラも虚無キャラが多くなっています。虚無キャラっていうのは結構耐久値が低い傾向がありますので、すぐ倒れやすいんですよね。なのでバリアであったり身代わりといった常に守ってくれる耐久枠が求められるようになっています。なので頻度が大事っていうところですね。あとはなるべく高耐久っていうのも欲しい要素となります。そうなってくると不限とアベンチュリンが対象として出てきますね。続いて耐久枠に求める要素2つ目です。 SP を抑える省エネタイプがいいというところですね。ヨミとキョムキャラに関してですが、SP を大量に消費して攻撃をしていかないと残務獲得が難しいため、耐久枠に関しては SP 回復か使用しないことが求められます。耐久枠の SP 消費によって残務の獲得にかかってくるところがありますので、スキル頻度が少ないということがとても重要となります。
そういった点ではアベンジェリンと復元は最適なところがありますね。 SP 消費についてはかなり節約ができるキャラかなと思います。では続いて要素3つ目です。デバフ付与で残務獲得貢献ができること。読みに関しては残務獲得が一層でも貯めれるっていうのは嬉しい要素となっています。そのためデバフ付与要素が欲しいところになるんですよね。必殺技や高遠征などを常に出なくてもとにかく残務を獲得できる方法があれば耐久枠でも欲しい要素となっています。そういったデバフ付与というところではアベンチュリンが付与しやすいっていうのがありますので、残務獲得の貢献ができる耐久としてはアベンチュリンがいいのかなと思います。では弓が耐久枠に求めるものに関してまとめていきたいと思います。この3つの要素となった場合、弓には復元やアベンチュリンがとても相性がいいようになっています。どうしても高頻度のバリアだったり SP を抑えるとか戦闘効率面が重要になってくるんですよね。なのでデバフをできることを考えると、これだけ見た時にはアベンチュリンの方が相性的には良さそうというところになります。まあ、大体最初の頃ってアベンチュリンと組ませるのが良かったりしましたからね。何かとこの2人は相性がいいのかなと思います。ではそんな相性がいい2人についてですが、それぞれの強みと欠点も見ていきたいと思います。ここに関してはとりあえずモチーフなしっていうところで話をしていきます。ではまず復元からです。復元の強みは3つあります。まず1つ目、途切れることのない耐久を持っているってとこですね。復元に関してですが、スキルを発動さえしていれば身代わりが可能となります。これが本当に強いですね。なので味方の耐久の心配がなくなります。必殺技で微量の回復もありますので、少しずつ生存率を伸ばしてくれるっていうのがいいところです。復元の強みっていうところでは、この肩狩りが途切れないっていうのがいいんですよね。ここが本当強い部分ではありますので、高耐久が欲しい読みとしては相性がいいポイントとなってます。では続いて2つ目の強みです。 SP 消費緩和役として大活躍っていうところですね。先ほど紹介した休館の陣に関してですが、スキルが淡々継続なため SP を1回復することが可能となっています。行動自体も通常攻撃主体となるため火力は出せないっていうところがありますが、編成全体のスキルをしっかり使える環境づくりができますので、そういった点ではとても優秀かなと思います。バリアみたいに耐久値に合わせてスキルを発動するっていうことをしなくていいので、そういった面では安定感は高いと思います。それでは強み3つ目です。バフによって味方全員を強化できるってことですね。会心率のバフに関しては弓単体に対して効果があるものっていうところですが、 HP アップや火ダメ減少っていうところに関しては編成全体で耐久力をアップするため全体の生存率が高くなります。最初話した通り虚無キャラ耐久枠が低いところがありますので非常に嬉しいんですよね。火ダメに関してはマイナス 10% となっていますので、数値としても大きいところがあります。必殺技の回復こそ少ないっていうのはありますが、味方の安全がより確保されるっていうところがありますので、復元の休館の陣に関してはとても優れたものというところです。強みとしては耐久面に特化したものが多く安定感が高いっていうのが特徴になりますね。では欠点についても紹介をしたいと思います。復元の欠点についてですが、火力は全く出せないっていうところですね。復元に関しては攻撃方法は必殺技がありますが、ダメージがそもそも出せるキャラではないため、弱点撃破やちょっとした火力要素としては味方頼りになるかなと思います。ほんと火力は出せないですね。しかもデバフを付与するとなった場合は容姿も連れの発動が必須となりますので、頻度的にもかなり低くなるのかなと思います。そういった点では読みの戦闘効率を上げるっていうのはなかなか難しいのかなと思います。こうなってくると高遠征を使う必要が出てくるってところですね。では復元の強みと欠点についてまとめていきたいと思います。耐久特化というところではありますが、バフやスキルによってチーム全体の耐久面を高水準に保ってくれるっていうのがいいところです。高遠征のトレンドを装備することで燃焼付与も活用すれば、デバフを全く付与できないわけではありませんので、編成全体として相性がいいキャラとなっています。トレンドをつけるかどうかっていうのももちろん問題にはなるんですが、耐久面がもともと高いキャラではありますので、生存が難しいなっていう方にとっては復元は相性のいいキャラかと思います。それでは続いてアベンチュリンの強みと欠点について話していきたいと思います。まずは強みについてです。こちらは3つあります。強み1つ目ですが、火力の最大化の手伝いができるっていうとこですね。アベンチュリンに関しては必殺技デバフによって会心火ダメアップ効果を付与できるため、弓の必殺技の火力をさらに引き伸ばせるってことができます。
これが意外と大事なポイントなんですよね。本当デバフの付与っていうところもありますし、単純に読みの火力が上がりますので貢献度合いとしてはかなりでかいです。味方の防御デバフと合わせればより大ダメージも出しやすいっていうところがありますので、ペラや昇級とも相性がいいっていうところがありますね。では強み2つ目です。復元よりも効果抵抗性能が高いっていうところですね。アベンチュリに関してはバリアを付与できれば効果抵抗をアップすることができます。数値としては 50% ぐらいというところですが、復元よりもデバフに対して抵抗しやすいっていうのがありますね。復元に関しては休館の陣を発動して一度だけ行動制限デバフに耐えれるっていうのもありますが、タイミングによっては一人しか対処できないってところがありますので、効果抵抗の安定感としてはアベンチュリの方が高いっていう風になっています。ですがこれにも注意があって、バリアがないと効果を発揮しないっていうのがありますので、バリア付与のタイミングというのがとても重要になるかなと思います。そこだけは注意が必要ですね。それでは強み3つ目です。耐久枠ながら攻撃要素が多いっていうところですね。必殺技をはじめテンプの追加攻撃など攻撃できる要素が多くなっています。しかも防御3章で復元よりも火力を出しやすくなるんですよね。これが本当に強いところです。回心率も上がったりしますので、思ったよりもダメージが出るっていうことがありますね。またテンプの攻撃に関してはバウンドではありますが、ヒット数もある程度高いため人生削り要因としても活躍できます。戦闘面の補助っていうことができるのがアベンチュリの強みになるかなというところです。アベンチュリに関しては弓の戦闘効率を上げるっていう意味ではとても耐久枠として相性がいいのかなと思います。ですがもちろん欠点もあります。それが次です。バリアの定期付与によっては危険っていうところですね。アベンチュリのバリアに関してはスキルの重ね掛けっていうのはもちろんなんですけど、一番何でバリアを張れるかっていうとテンプなんですよね。でこのテンプのバリア付与が強いっていうところに関してなんですが、追加攻撃によってチャージを獲得することが可能なので、その点が強力なところっていうところになります。ですが読みの編成の場合は追加攻撃キャラがいませんので、編成の依存っていうものがなく敵依存で発動するようになります。こうなってくると圧倒的に回転率が落ちるんですよね。そのためアベンチュリンを読み編成で使う際はバリア切れが多くなる可能性があります。耐久面での安定感が少し低めっていうところがありますので、この点だけは注意しておいてください。何かしら敵の攻撃が噛み合ったりとか、バリアをうまく付与できれば問題がない点とはなりますが、注意が必要というところですね。それではアベンチュリの強みと欠点についてまとめていきたいと思います。アベンチュリに関してはデバフや人生削りの手伝いができるため、ユミの残務獲得の面ではとても相性がいいところがあります。しかも火力が上がりますからね。これが本当にいいところです。ただし、テンプのチャージ効率を上げる要素が味方にないっていうのが特徴になりますので、バリアの張り直しや SP 管理が苦労することが多くなります。予備の戦闘効率は上がるんだけど、アベンチュリン単体として見るとちょっと相性が悪いっていうところですね。噛み合いがうまくいけばいいんですが、敵のバランスも大事っていうところになります。それでは動画のまとめに行きたいと思います。今回読みの耐久枠としてどちらがいいのかというところで、まずは評価からしていきたいと思います。ではどちらがいいのかおすすめなのかというところですが、個人的には復元が耐久枠としてはおすすめとなります。無突無持ちなら復元の方が耐久面では安定感が高いというのがありますね。トレンドを装備した復元がおすすめかなと思います。やはりバリアの回転率のことを考えるとランダム要素っていうのが強くなるんですよね。もちろんそのランダム要素が起きる前に弓の火力を発揮してしまえばいいっていうのがあるんですが、無突無持ちだった場合は復元とアベンチュリンどっちを採用した方が安定感が高いかって言われると、復元の方が安定感が高いのかなと思います。なので復元がおすすめですね。ですがもちろんモチーフの有無によっては変わってきます。アベンチュリンのモチーフを持っている場合はアベンチュリンの優先度が高めっていうところですね。これに関しては本当モチーフがあるなら残務とダメージアップの貢献がよりしやすいっていうところがありますので、所持しているなら阿部優先にした方がいいです。バリアよりも火力が上回ってしまいますので、戦闘をうまくコントロールすればアベンチュリンの方が戦いやすいっていうのがありますね。ただ SP 消費が激しいままではありますので、そのバランスっていうのが難しいかなと思います。それではアベンチュリンと復元に関してなんですが、予備の編成自体の耐久枠っていうところで安定感を考えた時はどちらがいいのかっていうところも話していきたいと思います。これに関してはバリアの付与っていうところで話していきたいと思います。バリアの安定感っていうところで言えば復元の方が上になるのかなっていうところです。これに関してはもうどうしても復元の方が上ですね。
バリアの面で言うと常に休館の陣を展開できる不言の方が扱いやすいっていうのはあります。必ず肩代わりができるような状況ができるんですよね。ですがアベンジェンに関しては先ほど話したようにどうしても天賦の回転率が味方と合わせにくいっていうところがあるためちょっと使いづらいっていうのがあります。もちろん虚無キャラにカフカを採用すれば通常攻撃に合わせて追加攻撃をしますのでチャージの獲得ができるっていうのはあるんですが、そんなに追加攻撃を持った虚無キャラっていうのはいませんので、このあたりのバランスが非常に難しいなと思いますね。なので耐久面っていうところでなんか物足りないなっていう場合は不言の方を扱うようにしてみてください。もちろん不言に関しては持続ダメージに弱いっていうところがありますので、どちらとも一長一短っていうのを忘れずにいてください。では今回読みの編成を試してみてより感じたっていうところなんですが、味方の有無によっても大きく変わるところがあります。それが次です。超級がいない場合はアベンチュリンの方が優先度が高くなります。超級の有無によってこの編成というのが大きく変わるところがあるんですが、超級がいない場合は少しでもデバフを付与できる要素っていうのが欲しくなります。なのでデバフを一つでも付与できるアベンチュリンの方が優先度は高いなっていうところです。本当これは大事ですね。まあ、トレンドを装備させることにはなりますが、燃焼かぶりがなくなりますので戦闘効率面は大きく変わるかなと思います。本来は小級の燃焼とアベンチェリのトレンドの燃焼が被ってしまうので相性が悪いっていうところがあるんですが、小級がいないならアベンチェリにトレンドを持たせた方が圧倒的に回しやすくなりますので、小級がいないならアベンチェリを優先したいっていうところですね。では最後です。復元を優先した場合のメリットっていうのも話していきたいと思います。復元を読み編成で優先した場合ですが、飛翔編成でアベンチュリンを活躍させることができるという特徴がありますね。読み編成で復元をうまく活用できるようになってくれば、アベンチュリンに関しては追加攻撃編成で活躍させれるようになります。そもそもアベンチュリンの最適は追加攻撃編成となってますので、飛翔と組ませた方が戦闘効率を最大化しやすく、より攻略がしやすいっていうのが出てきます。なので枠としてアベンチュリンを最適編成に常に使えるっていうことを考えれば、復元を読みと組ませるのも大事なことなのかなと思います。個人的にはこの影響もあって復元を押してるっていうのもありますね。ですがアタッカーを読みしか持っていないっていう場合には、耐久のバランスを見た上で耐久が足りてるならアベンチュリンを採用したり、耐久がどうしても困るなっていう場合は復元を採用するっていう組み替えが大事になりますので、その点の細かいところはしっかりと実践で試してみるのをおすすめかなと思います。実際使ってみると全然違うってことがありますね。応援水の所持状況によってもデバフが全く変わって火力が変わりますので、回転率とかいろいろ大事になってくるんですよね。そのバランスが読み編成はとても難しいところがありますので、今回復元をおすすめしているところはありますが、アベンチュリンと復元それぞれ試してみて応援水や装備のバランスと見て選んでみるっていうのがいいかなと思います。ただ個人的には復元がいいのかなっていうところですね。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。